はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。6月7日火曜日の全国のお天気をお伝えします。低気圧の影響で東北や関東甲信、北陸から西日本の日本海側にかけて雨の降るところが多くなります。東北では午前中、関東甲信では午後、強まる雨や雷雨となる恐れがあるのでご注意ください。東北エリアを中心にあまり気温が上がりません。関東も風が吹くとひんやりと感じられる可能性があります。上着などでうまく調節を行ってください。西日本は日差しが届くところ多くはなりますが、にわか雨の可能性もあります。空の変化にもお気をつけください。日差しの下では汗ばむ暑さとなりそうです。沖縄本島では午前中、先島諸島では午後を中心に雨が降ります。こちらも強まる雨や雷雨にご注意ください。気温や湿度が高く、ムシムシジメジメとした体感です。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。